先生、私あとどれぐらい生きられますか？永遠に。懐かしい思い出ばかりが蘇ってきて、一日中ベッドに寝て食事だけしとるのは生きてることじゃないわ。納得のいく治療をして差し上げてください。病院に見捨てられたんですよね。そんなのひどすぎるじゃありませんか。大事な時が訪れる瞬間までぬくもりや息遣いを感じてあげてください。命の停車場。